この地下迷宮は捕獲した卵の城については一夜にして、こっちの自由になってくれる、こういう話だったな。迷宮の奥には巨人族が囚われていると言われている。死んでんだよ。いて、うわっ、なかなか減るまで。いいよ、来いよ。まあ、起きたばっかりだ。で、今回はドゥームビートル抹殺系。なんか潜ってんだけど、潜ってんだけど、攻撃した。持ってる時も攻撃当てれるんだ。うん、このウェイク意味あったっけ？あ、鍵だ、鍵。スライムが出てきて鍵がどうのっていう。ああ。おい、来た。罠が作動し、魔法の力で扉は閉じられた。炎だよね、確か。スライムは炎に弱い。壁の松明が使えそうだ。この系の武器ねえよ、俺。C のためにこのイベントをこなすのはだるいか。金属の落ちる音がした。扉を開くための魔法の鍵を手に入れた。早く開けよ。あれ捨てちゃったんだけど、開いた。まあもしかすると S が出るかもしれないしね。ちょっと切れた。もう切れちゃったよ。お前は皆さん、酔ってる。よし、来ました。うわ、後ろから。いや、もう逃げんの早っ。突然一匹のネズミが走り出て、君の手のひらの管理する。さて、まあ A だ。あ、バレルゼロだ。壊れてんじゃん。あ、壊れてんじゃん。なくなったのか。この通路の先に回復しない研究室への扉がある。あ、FP。おい、ちょっとなんだけど。大丈夫だ。ハーフで殴るんだ。ガードされてる、ガード。後ろは任せた。通常攻撃が一発1300とかいくんだけど。武器いらねえって。殴ったかくれ。もう終わった。どれどれ、取らなくてもいいんじゃない。今はない方が強いし。チキショ、あ、切れた。絶対しろ。しなかった。この妖精まだ助けてないよな。ホームってあるんかな。妖精、妖精術に邪魔だよ。そういえばここの出てないな。いや、こういう決まりはないんじゃない。適当に出るのかな。つけてて。なんかねえかな。これまだか。あ、いいんじゃない、ここは。はい。うん。やるか。あ、覚えてないし、順番。うん。いずれ出るから。出た時でいいか。任せね。ちょっとレベル24になってる、浪人の。食事、OK。研究室が悪用されたことで、金系は終わったっけ。実験中の魔法が暴走し、生態系を狂わせている。菌類の闇が環境に広がるのを防ぐには、増殖した変異生物の駆除が必要だ。抹殺してやった。抹殺
そば開けばいい。もうどこ行けない。うん、燃やす系ないぜ。え、あれは樽がないな。松明もない。うわ、さっき伝えちゃった。これは激、激コマで出る。何出るやつ。うん、まあ美味しくいただいておこう。これはまあ燃える系ないから諦める。あ、あった。もう遅いんじゃない。いただいてたか。出番だな。届き。いや、こっちで早く来いよ。さっと。俺ここ来たことねえや。うわ、金まみれ。うわ。めっちゃ効く松明が多いし。大丈夫出たか。殺し殺し殺し。死ぬ間際に爆弾投げて死にやがった。よし、倒した倒した。また出てきた。死ぬね。倒せてないんだよね。倒してるはずなんだよ。消えた途端に次が出てきた。にもいなくなったってことは一応これで完了だな。あ、文字があるぞ。2個目ある？あるな。適当にしたらダメだった。変わった文字だな。トレジャー、トレジャーか。隠された財宝。きた。金色の豪華だぜ。いいやつだ。これはいいやつだ、間違いない。どうだ。まあ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 だ。エサ欲しかったな。ちょっとこの辺でドゥームビートル行く前に確認しとこうか、依頼書。サナギ？サナギを5個壊せみたいな。ああ、戦闘中に出てくるやつだ。サナギを5つ潰せ。これは奉仕だな。あ、ダメだった。押したんだこいつら。全部そっちにやるぞ。そうだ。金属切りじゃ。ほら返したぞ。あれ掴めない。掴めない状態にいるんだよね。まっさなんか登ってね。コインコイン。コインコイン。結構あるぜ。しまった。しまった。おお。この役立たずがどくらせやがって。成功率低いな。レベルが低いね、レベルが。おっしょ。みんなで砕いて倒せるのかな。なんかでかいの出すと小さいのが湧いてくる。小さいのが多分でかいのに成長したんだけど。無限ループで、でっかくなって倒したらまた小さいの。下に食い物ある。お、そうだ。来た来た。巣を倒すんだな。巣っていうか、サナギ。ワームがサナギになろうとして、
ああ、3まで待たなきゃな。始末しなければ。いや、これこれこれ、怖くてもいいな。よし。一つ。抜けんと。切らんた。いなくなってる。これで終わりだ。いっこ。よし、終わり。無事回避。ちょっとできないよ。死んだ相手だろ、これ。なんか、お。あ、死んだ。いやいやいや、やばい。こいつ進化するの怪しいだろ、サナギから戻るよ。うん、こいつ自体はすごいからな。まだ押せるの待ってる俺。よし、目的達成。大量のレベルアップが見込めるな。君たちは異常増殖を続けるドゥームビートルのコロニーを一掃した。胞子を拡散する変異生物らの減少で菌類の森の広がりは収まった。スコアも金も結構美味しかったので S ないけど、うん、帰るか。お、2個上がった。にゅん、2上がった。3の 70% ぐらいまでいった。で、3つクリア。戦利品だ。 E はいらねえわ。 B も A が2個出てるからいらねえかな。盾は置いとこう。 C か、でもレベル的に考えると、こっちな、なんだろう。もういいや、いらねえ。こっちはいる。 LP が0の時与えるダメージ 18% 使えんな。こんな危ない状況で残したくないで、 A の結構いい武器あるけど装備できん、レベルが足りん。よし、取得して終了。結構鑑定量バカにならねえな。この世界鑑定士になると金うわうわじゃね。鑑定量の方が高いよ。鑑定量の方が高いから。今日はどんなご用？どれにするの？でも金ちょっと貯まったな。俺今5万ちょいだぜ。9万ぐらい。新しい文字変えよう。けどギルド行こう。ギルド3つも完了したぜ、うん、コンセプトアートももらわねば。新しい仕事が来ているぞ。竜の起源、竜の起源って恐竜じゃんこれ。トンボいるし。で2つ目ハーピー、ハーピーのヒナ。あら、かわいい。ティノニクス。お、アマチュアコレクターのトロフィーゲッツ。
せずハーピーとは分かり合えなかったらしい。レベルアップ。ワーム、わ、キャッチャリ。むしろなんでこんなワームがあの虫になるんだろう。まあ昆虫ってそんなもんか。これ食うらしいぜ、ワーム。ジブリだ。さあ次何する。だいぶ増えたな、新しい依頼。裏回った。いまだにミルバロン地下要塞で眠っている多くを臆さず宝箱を開けろ完了してないからな。ほら来たじゃん、進化の、進化の魔法。これか、受火スイッチか。指定順で指定教えてくれんのこれ。うん、あ、書いてる。赤、黄、青、紫。さっき終わったからちょっとほっとく、うん、同じとこ行くのだるいよな。ビルバロン地下要塞。黒い骸骨剣士ワイト。これ強いやつじゃね。うん、旧王都ウォレスの地下迷宮。地下迷宮かぶってんだ。ろうそくの火を消し、多くを50体がれ。儀式用装備ってどういうことよ。普通に倒すだけでいいのかな。戦士の証明の儀式ってやつ。次ビルバロン地下要塞行く。設計、うん、ビルバロン地下要塞の飛行要塞の設計図と英雄の形見を取り戻せで眠ってる多くを起こさずに宝箱を開けようってあるから、これしに行くか。他にないかな。もう一個ミノタウルスを2分以内に倒せってあるけど、これ無理かな。いやできるでしょ。できるか。じゃあこの3つで行くか。そこだけならね。この3つでいいんじゃね。はい、暴れるで。さあスキル、スキル、結構あるな。結構覚えた。パッシブの方も上げた方がいいのかな。オッケーっす、準備完了。ジョセフの声で。よし、行こう。竹が1110。ミノちゃんがいるとこ。パイレーツ、クラーケン、ガーゴイルゲート、あ、ここだ。お、ヴァンパイアもあれだと思うよ。ビルバロン地下要塞。ちなみにこの次何だったんだろう。ヴァンパイアのところか。でもまあ依頼がもったいないもんな。帰るか、素直に。ヴァンパイアは雲までいるはずだ、確実に。じゃあ次はヴァンパイアか。渓谷に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある、うん、この国境の要衝を奪い返すため、うん、北欧軍の激しい攻撃が続いている。すでの攻撃力は無駄です。起こさずにがここじゃなかった。この次だっけ。あ、妖精だ。なんでなんで取ってなるの。俺どこにいるの。カエルになってる。なんだそれ、新しいな。俺の眼球の肉体がどこにあるのかなって、もう話しちって。よし、妖精4匹目でか。スネークラッチったカエルになってるの分かんなかったからスネークラッチったよ。俺 どこにいるんだろうって思ってたけど。君たちが踏み入ったのは敵軍の台所だ。オークのおばさん取ったホブゴ、どうやら腹の減った。さて
どちらの道を選ぶ？ミノ A だね。多くの侵攻を恐れた先々代の国王がこの地に要塞通常を得た。地下に多くの要塞を築くため多くのドワーフが協力したのだという。あら、何が、何が受けられないんだろう。セイバートゥース消し出してくれ。消し出せ。武器にそういう効果がついてるんだよ。そこまで気にしなかった。よし倒した。いた。あいつが引き取ってくれんだろ。ちょ、あ、爆弾。爆弾ここまで。通路は爆破でもしなければ突破できそう。一発でやられた。でっかいやつに。マジか、爆弾ないよね。いや、下にある。下にある。戻れば。戻れるよ。戻れるんだろ、こう繋がってるから。この辺に大量にある。これも、ここ。これを起こすとこだっけ、ここが。いや、違うはず。違う。ちゃうな。LOS 回復してください。お願いします。ナイスされる。 S だ。来たね。おー、マジか。ありがとねセイバートゥースいなくなってるね。ほらほらほら、ロッセーブ。すごいんだよ。逃がさない。あ、死んでんじゃん。スレスレまだですか。ブギブギ逃げられた。逃げられた。やっぱあれだよ、文明人は武器を使うべきだよ。オーグルに一匹倒せないとは。素手だから。やばいね。ぶっ飛ばしてやってる。あ、強盗がいる。あ、俺の攻撃だな。石に今の人だ。なんかそんなん あんのか。効果、投資効果。うん、多分なんかあるぜ。いいだ。2個目がなんでいい。違った。違う。適当にやろうぜ、そっちも。なんかやろう。え？お前が触ってる時俺触れないから。一人しか触れない。来た。S にしたら。何なのこれ。動き速くなるの。
俺がアップしてるのかな。あ、またセーバートゥースがいるじゃないか。くるね。ここか。起こさないと。よし。乗る気なし。覚えた。このホッキは超強いぞ。武器だな。武器最高。ここじゃねえの？え？ああ、うん、多分ここを起こさないとこじゃない。出番だな。こっちにもあるぜ。文字もあるな。あ、これ使うんやわってかなと。何も起きなかった。これとこれだ。勘。はい、無理です。わかりません。じゃあ起こさないように。何するんだ。何するんだっけ。これ開けるだけで。うん、宝箱。何する。最初の格好に。眠ってる。宝箱を開けようだから宝箱のあるところがあるんだ。ここじゃないよ。じゃあもうこいつら取ってこうか。この次か。でも2作あったよね。2個あったのは覚えてる。さてと。もう一回かわした。早めにダメだ。光るとこでやったな。へへへ。こっちか、こっちやね。これ回復普通に使おう。ここやな。よし、起こさないように。鏡取り返した。帰ろうか。倒す。いいか、帰ろうか。ロニーが盗賊同士戦ってたな。負けられない。戦いで。水が危ない。何ってんの。意外にコインの回復量もバカにできんでな。削らせてくれるわ。びっくりした。磨く磨きました。かわしたら大体勝てる。コインできれば残してほしいんだけど。俺体力減ってるから。虫を食え虫を。タンクの火力死んだよ。これはあれだよ、俺の秘伝の虎の子だよ。やべえ、スーパーやばい、どうぞ。チェッ、こいつあれじゃない。違う方こっちなんだ。やべえ、燃えてきた。逃げろ逃げろ。あれだ、これだこれこれ。水？ふう、水の上でちょっと食事しよう。オッケー、回復した。行ってくれ。武器を置いてきてしまったが、なぜか次の画面になってくる。通路には獣じみた悪臭が漂っている。一応裏道系全部回ってきたよな。うん、多分。じゃあもう一個の方はB の方かな。
は。オッケー。あ、2分だ。全力でいこう。あ、武器落としてる。結構硬いな。バカお前、春5回しかねえんだからな。こっから自力だぞ。ちょっと切ってる。なんだこれ。あ、しかし武器間違えた。攻撃を食らえ。ダメージソースが。もうちょい。まだいった。あ、ピョッてるピョッてる。いなくなっちゃった、いなくなっちゃった。帰ってこいって。あ、帰ってきて跳ねられて死んだ。あ、降ってきたと同時に終わっちゃった。ハロー、強えな。ミノタウロスを倒した君たちは汚水に浸かりながら周回回すときに使えないよ、ね、全然。それは辛いな。良くないが回復しなかった、ね、激しい戦火を避けて地下要塞を突破できた。帰ろうか。ああ、いいよ。位置は上がるんだろう。で、3つクリアできてる。あれ、飛行機の要塞設計書取ってるぜ。どこで取った？さっき取ったじゃん、あの隠し部屋。隠し部屋の宝箱から出たぞ。ああ、出てた。仕立てはちょっといらねえ。 S アミュレットだ。効果はコイン取るたびに1ポイントが2回復なんだけど、これプラス2回復してくれるのかな。うん、確かそう。俺はもう卒業したけどね、それ。ニーベルトとかいらねえぞ。これだけだな。修理。いらっしゃい。どれにするの？レベルも上がったし、ちょっと依頼だけ確認したら装備見直そう。無事で何より依頼が来ているぞ。鑑定すらしないで持ってるのがあるわ、いっぱい。飛行機だ、飛空艇だ。もうこんなんできるんだ、この世界観。てかラピュタとナウシカの中間ぐらいの世界観。ジェノサイド・ツェッペリン、乗員100名。ゴブリン族がこんなん作ろうとしてたんだ。よくやるな、できるの。英雄の形見を取り戻せ。あ、意外に英雄。これ王じゃね。だよな、英雄ジャベリン。王じゃないのか。騎士団長だ。そしてミノ。これ経験値高いな。うわ、なんでミノ子供さらってんだろう。生贄だ。なんかこれ有名な話じゃん。こっそり糸玉を持ち込んだ少年がおり、その糸をたどることで脱出できた。有名な神話じゃないですか。ん？ミノタルスのあの迷宮の抜け方に毛糸を結んだ絵持っていくって、あれ何だったっけ。あったあった。
さあ、屋根も売るか。まだ依頼のとこ壊れてね。次何にするか。次ヴァンパイアのとこだよな。ジャイアントスパイダーは終わらしたいな。ヴァンパイアを2分以内に倒せってある。でこれだ。ゴーストの前で右回りに3回回りダンスを披露せよ。解析でヴァンパイアから守れ、経験値4万ももらえる。この3つかな。うんだな。村娘たちの救出とハンターを出し抜け、主人の霊にご挨拶の3つの3本立てでお送りしますって感じ。よし、待ってくれ、今から行く、うん、あ、見たら分かるよ、全部ヴァンパイア系だから。俺装備整えとくわ。